GoPro スタートして、今日肌のさん不明、否定できないのが怖い。これで音声録音スタートして、そう、暗雲立ち込める。黒い雲じゃないんですけど、そこそこなんか明るさはあるんですけど、とてもとても強い雨が降ります。で、配信装備はこれ PC をスタッフバッグって、この間配信で教えてもらったスタッフバッグというものの中にこう突っ込んすいません、ちょっとコメントまだ聞こえてないんですよ。ヘルメット横に置いてるんで。あれ、どこ行った。あら、ちょっと待って。よいしょ。何がどうなってるんだっけ。これをこうして、でその状態でスタッフバッグに突っ込んで、これまた配信の多分30分経った時の中断とかのために、この中から取り出して雨宿りしながらやるのがめちゃくちゃめんどくさそう。よいしょ。でこれをウエストバッグの中に、ああ入りづらい、6リットル、ああこのスタッフバッグの容量ですね。これでちょうどぐらいでした。よいしょ。で入り口を絞って、これでとりあえずバッグの中で浸水は防げる。バッグ自体が防水だったら楽なんですけどね。楽でもないか、中が濡れたらもう二度と乾かないっていうことだから。ああめんどくさい、ちょっと待ってください。で今ヘルメットかぶります。そしたらコメント聞こえるようになる。これ後でちゃんと給電できてるか確認しないとな。よし、やっとヘルメットかぶりました。雨の時期すごい雨ですね。ここ昨日の夜はもう台風みたいでした。あ、雷。さてじゃあ、GoPro 用の音合わせと、あと、GoPro 用の時刻合わせ。雷も、あ、ご存知で、9時6分の14、15、16、17、18、19、20、9時6分20秒です。あとこれ、ウェブカメラじゃない、iPhone も防水にしました。700円でヨドバシカメラで売ってた防水バッグ。豪雨、あんまりひどい豪雨はなかったですね。よし、ダメ、あ、いかん、スタッフバッグからケーブルがはみ出てる。本当に雨やだな。うん、あ、これは操作できます、大丈夫です。 iPhone ってなんか静電なんとか式で、静電容量式でしたっけ。でも結構これいけますよ。あと空気抜いてピッチリさせるよりは、間に若干空気が入ってる方が反応しやすいように見える。よっと、うん、ないわ。あとウェブカメラの上下の向きがおかしかったら教えてください。上とか下とか。ふぅ、電流、あ、ビアさんはですね、北に向かいましたが連泊だそうです。よって今晩もまたビアさんが同じ建物の中に。ビアさん今日も民宿として泊まるのかな。そうやった、あ、そうだ、そうだ、もうデジタルのこれじゃ使えないから、アイコンカメラで今日は全然撮るんだと思ってるから。マイク外れてました、すみません。あ、荷物移りました。親父というか、なんていうか、おかみさんなんですけどね。撮影。よし。あ、初めての人いらっしゃいません。そう、来た。あれはどれだ？どこだ。
際どこだ。五能線ディーゼル車両で。おお。さて iPhone でどのぐらい撮れたかな。これでまあ何が映ってるかがはっきり分かるレベルであれば、もう今日は一日デジカメ使わずに行く。わあ。ボケてるボケてる。でも大丈夫。ああこれ iPhone で今日のデジカメ代用できるな。OK。そうあの。どうだろう。でも快速白鷺じゃなくて、なんだっけ、快速アウトフォーカス。あまたマイク外れてた。そう貴重な記者ですね。ちょっとオートフォーカスじゃあ外すために、あーめんどくさい、あーもうめんどくさい。スタッフバッグから用心して取り出してオートフォーカスを、ああ濡れる濡れる。オートフォーカスを。グリップ。あこれはのついもともとついてたやつ。ビアンキーカメレオンティカメレオンティ3。しかもこれが9時半にまたこの操作をしなきゃいけないだろうと思うと、あ行ってらっしゃい。本当めんどくさいよ。よしでこうして。押して、ベロの OEM、ベロ。ちょっとあれ なんでこんなことになってた。あ、こうか。で、これで、入り口絞って、ウエストバッグに、バッグに。そう、あなた方のために。ベム？バーエンド、あ、それもありますね。ああちょっと こうしてこの状態で防水パソコン あることありますよ確か。今日は白神山地の峠はなしかな。この雨の中でこの防水あの雨具装備で登ったらサウナになる完全に。しかも砂利道。よし申し訳ない許さん。でスタッフパークの火のこっち入れて。天気は一日悪そうですね。昼からもっと悪くなりそうです。午前中は曇りの予報だったんで朝飯まだ食ってないです。実は朝飯はですねどっかこの辺で探そうと思って今ちょっと市街地に向かっているところだったんですよ。まだザーザー降ってないな。でもさっきからあ朝飯はまあライトハウスとしてあの止めさせてもらった立場なので、で連泊させてもらうことにして、200名は申し訳ないんで、あの普通の民宿料金として泊まりたいと思うんですがって言ったら、いやいいよいいよって言われて、じゃあせめてその夕食分をとかいう話をしたら、じゃあ夕食分は2000円で2000円の夕食に、あ何をこう、昨日放送終わったところは違う場所でした。何甘いこと言ってるんですか。雨に負けるな。雨に。え、岩崎駅ってどれ。岩崎郵便局としか書いてないですよね。安いな。あ、この先か。1泊目1300円、2泊目2300円。そうなりますね。うちの後取りになってくれるならいいよ。後取り、この奥にあるわけじゃないよな。グレードアップはちょっとどうなるかわかんないですけどね。あれよりグレードアップってどうなるんだろう。あ違うか。高級鳥ずっとここに。明日さらに降水確率高いんですよ。あツーリング。今日はですね超雨の配信なので機材がいつ壊れるか分かりません。パソコン本体まだ大丈夫だろうけど、ウェブカメラが接点が完全に水没したらさすがに動かなくなるかも。乾かせば多分動きますけどね。武田義行さんいらっしゃいませ。よいしょ。ビアさんの、ビアさん連泊するからあんまりなんか価格の比較をするのは。ビアさんもライダーハウス扱いになるのかな、ならないのかな。あ、夕立ちどころの話じゃないです。台風かと思いました、昨日の夜は。風と雷と雨が。ん？何の家？
カメラ、ああしますね、確かに。10日間、まあでも GoPro さえ撮れてれば、私は記録さえ残ればなんとか。あ、そうだ、聞き忘れた。ライダーハウスなぜやってるんですかっていうのは、ネットカフェ以前にその好意で止めてもらってるっていう、止めさせてもらってるっていうところがいいですよね。で、店ないな。この辺りは確か中心地だと思うんだけど、店ないな。すぐに体に取り込んでエネルギーにできるものがないな。2号のベイ、なんだっけ、あれないですね。釣り用品で磯目とか買えば、加工すれば食えないことはないんだろうけど。あ、ここもスーマリミシクって書いてある。3500円。マックスバレー遠い遠い。堀内写真館。あ、アメダス。そう、こっちが X バンド来てないんですよね、まだ。まだ X バンドで監視されてないですよね、こっち。そう、磯目はなんかゲテモノ食いの中でもうまい方らしいですよ。あ、焼き鳥居酒屋鳥心。もうこの時間にやってないか。磯目飯。あとそこにスナック熊ってのがある。これ絶対オーナーさんが、オーナーさんかスナックのママがクマってことはないですよね。かわいいな。ドッグフード、あ、あ、失礼して、いらっしゃいませ。中心部、あの絵いいですね。写真撮っとこう。そう、写真撮ります、撮ります。ちょっと待ってください。下に絵がいいですね。パン、うん、そうですね。玉釣りで、お医者様、熊に、ああでも熊はですね、この近く の, あの白神山地 の, あのダート道、白神ラインから分岐してる、あの鶴瓶落とし峠っていうすごい名前の峠があるんですけど、そこで熊が出たっていうサイクリングレポートを見ましたよ。熊がママ。あ、カロリーメイトは一箱だけ今持ってます。それを使うかどうかがといっても、朝ごはん昼ごはん券は足りないよな。あ、サウダケだ。サウダケの車ってあんな車なのか。声しか聞いたことなかった。あ、やばいな、これ本当にないな。マジでないですね。あと、あの水さえあればラーメンを作れる装備は今日持ってきました。あのテントとか全部置いてきたんですけどね、部屋に。あ、商店、なあ、なんもない。私熊に遭遇したことはないですね。なぜ儲かるのか、ありましたね、そういう本。あ、隣の駅、一駅行かなきゃダメかな。ちょっと散髪、あ、今利用店あったっけ。隣の駅か。一駅って結構あるな。あ、けどでもないか。ちょっと待ってくださいね。道の駅ありましたっけ。今日はもう本当に近くの12個見るだけで、急いで帰ってくれ、午前中で終わるような距離だと思うんで、まあのびりきますかね。ここへの道のり、あ、道順、距離はあと2キロか。じゃあとりあえず次の駅まで行ってみますか。陸奥沢部駅、旧時速、まあ道の駅、あ、早いところだったら9時ぐらいからやってるとこありますね。あ、あと道の駅は、あれ、八森は戻る方向ですよね。ちょっと道の駅の検索するか。山、今日はちょっと白神ラインの山登りやめとこうかなと思って。道の駅検索。空だって、あ、やっぱ結構先、道の駅八森は随分手前ですね。昨日通ってきたとこだ。
20キロぐらい前かな。いや、15キロ前だ、確か。道の駅はちょっとこの周辺すぐにはないですね。店あってもどうかな。まずは、で、そろそろだいぶ降ってきました。やっと。茨城、あ、本当ですか。確かに茨城でしか見てないな、私は。茨城の、あ、おはようございます。茨城の水戸で見たのが最初で、あとこの間岩瀬駅っていう、この間 Z さんと、リンリンロード走った時。ベスパ。あ、ベスパ椿山、あれですね。駅と温泉施設がくっついてるやつですね。あー、来た来た来た。来たけど今日は装備完璧だ。無理、まあ部屋でじっとしててもよかったですけどね。あ、おはよう、うなぎさん。うなぎさんからいらっしゃいますか。今のは名前なのか語尾なのかがわからない。語尾なのかどうかわからないロボ。あー。朝食。要点。熊いたらしいですからね、あそこ。あ、だからが。来てます、来てます。おはようございます。降ってる、降ってる。ほら、もうザンザン降ってる。セブン、四国にセブンなかったっけ？ああ、確かローソンしか見てないよな、確か。口にも入り始めた。四国セブンありましたっけ？なあ。なあ。よく覚えてないな。うわ。降ってる、降ってる。で、今荷物は、お、ブレーキ危ないね。やっぱ気悪くなってる。表面は結構なんか濡れて、色が変わってるように見えるけど、これ完璧防水のはずなんですよ。ババヘラ。雨音はこれ、雨がっぱに当たって響く音を、胸元のマイクが拾ってるんですね。ん？こだわり。あれは縄張りですよね、要は。ん？何が外れてない？あ、バッグの両脇のあれは、何かに紐つけて、下に向けるのが普通なんですけど、出し入れすごいめんどくさくなるんで、今外してます。そう、ゴビがロボロボ。なあ。あと、ウェブカメラとかが曇り始めると思います、多分。40メートル耐水。潰れると思うな、40メートルは。オルトリブは湿気が抜けないんだよな。オルトリブ、そうそう。中が湿ってしまうとダメらしいですね。ペイントで塗りついて車に引かれないように。ペイントで白いところですね。画面は綺麗だ、ロボ。あ、画面そうですか。ですか、ロボ。そうです、ロボか。難しいな、挟むところが。ロボさんはVR。VAR。ちょっと隣駅まで上りありますね。あ、ブルーチング。私自身は濡れても大丈夫です。ここは、あれ今ここ出してなかったかな。ここは、フェスの人に有名な五能線っていうところ沿いです。またか、またもっと綺麗な人か。お世話になります。ありがとうございます。あ、初見さんいらっしゃいませ。あ、出てますよね。iPhone 防水ができたのは結構大きいな。デジカメの代わりにもなるし。あとこの防水ケースは700円とかなんで、最近風呂場でも使ってます、これ。あ、これって今見た人わかんないですね。家電量販店で売ってるiPhone 用のラスタバナナ社の権威ですか。ラスタバナナ社のただのビニール袋になってるやつ。風呂場でできますよ。あ、飲食店12個自体には多分あるはずですね。お茶屋さんとか乗ってたんで。ただ今とりあえず朝ごはん買っていくというのが。で、12個駅は確かあれ駅舎の中に野菜とか売ってるところがあったんですけど、
すぐに食べられるものが売ってるかどうかがわからないので、今逆方向に向かって食料調達に行ってます。ダイソーは近く確かないと思いますけどね、ここの辺り。この県境より手前であったけど、朝食はそうですね、ただで止めてもらったという状態なので。昨日の夕飯すごかったですね。一応そこの食堂で夕食をしたら自転車に限ってタダで泊まっていいっていう条件なんですけど、完全に旅館食でしたね。部屋に持ってきてもらっちゃったし。時間が長い。そう、自転車乗りだけしか使わせてもらえないらしいんですよ。ふう、登った。雨具の中にこもってる熱は熱い。で、今前開けて風を受けてるんですけど、風を受けてる分にはかなりちょうどいい感じ。なんか多分そういうことあると思うんですよね。それか人数的にライダー全員受け入れると多すぎるから自転車乗りに絞るとか、あといわゆる徒歩だっていう、何の ER だっていう、徒歩だっていう人たちも止めてもらえるんじゃないかなと思いますけどね。なんかそう、大変さ加減で言うとこだわり、止める基準をこだわっていると。タッピ岬の方にまで行きたいです、今のところ希望です。でも十和田湖も行きたいので、ルート取りが悩ましいところですね。向こうに見えてるのは20人、そうですね。あとバイク止める場所もないだろうし。降ってきたが、装備完璧だから逃げることができない。ウェブカメラまだ大丈夫ですかね、曇りは。十和田湖行って奥入瀬で八戸方向に向かって行ってっていうのを考えてるんですけど、ただタッピ岬だけ津軽半島行って、そこからフェリーで渡って下北半島とか行ってると、進むんじゃないんですよ、方向逆なんですけど。12個に行く予定ですが、今朝ごはんのために 4,5 キロぐらいかな、北方向に向かってます。タツヒですね。私は函館側からタッピ岬は見たことがあります。岩木山っていうのは、なんか山ですかね。白神山地のこっちから見て向こうにあるやつ。 GoPro は防水完璧です。で、ウェブカメラが今いいだけ濡れてる状態なんでやばいですね。そう、曇りまくってたんで。それか、男たちが来たい。ああ、そうか、自動無理レンチオンにしてないや。オンにしてない、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 ない。で、どっか雨宿りできる場所がないとやばい。まあ延長できなくても、あとは30分枠だけでもいいんですけどね。確か忘れてる。どっか。ないですね、雨宿りできる場所。まあ、たかだかその100円枠の延長のために焦って滑って転んだりしたらバカらしいんで、まあダメだったら次枠雨宿りできる場所行って撮ります。ないなあ、あと店ないな、やっぱり。高々って言わないでください。高々、自販機しかないな。昨日の夜しこたま食いましたからね、たらふく食いましたからね。忘れたロボ。あ、タイムシフト。そう、朝から食うリンゴ味しか飲んでない。昨日の夜の残りの。どっか。三沢基地。ここからどう行くんだっけ。
あ、ダメだな。見た方が、そうですか。シコシコしましたか。またか。またデリとシコシコの話か。ん？あ、2食、今のなんだっけ。あと1分、ダメだな。これ本当に次の駅の近く来てますかね。来てますね。やばいな。ん？何林に行ったって？あ、ブナ。いや、今日12個回るんで、それで行けると思います。まあ、次の駅まで行ってなかったら、もうカロリーメイトかじってでも行きましょうかね。あれ？駅行き過ぎてる？あ、園長。じゃあ、お疲れ様で、次役取ります。100円損した。米。あ、あそこへ、あずまいがあるな。スリックタイヤ、そうですね。駅に、そもそも駅はまだなのかな。この駐車場は何？沢部緑地公園。へぇ。小見線もある。じゃあ、とりあえずここで。次は太りかな。うわぁ、散らかってんなぁ。使わせてもらってるかというのに、よいしょ、放送開始。枠が取れたよ。ゴロゴロ言ってるなぁ、ゴロゴロ言ってるなぁ。動画の人聞こえてますか、このゴロゴロ言う音。早いね。うん。あの、集まりが、あ、ああ、ちょっと雨粒ついてるなぁ。ちょっと雨粒今、拭いますね。水も滴る、いい男。水が滴ってて、いらっしゃいませ。スタッフバッグに入れて、雨宿りできた。そう、まず前があったんで、そこで雨宿りしてます。よし、チェックリストを作ろう。チェックリスト、チェックリストで、スタッフバッグ閉じて、うわー危ねえ。スタッフバッグごとコンクリの上に落とすとこだった。自転車かっけー。あ、これですか。かっこいいでしょう。今日はここ新しい自転車です。かっこいいから盗まれる危険性があって嫌だな。もっとかっこ悪いのが良かった。あ、配信準備の、なるほど。じゃあちょっと、ウェブカメラの曇りは、そう、緑には、あー、 GoPro むちゃくちゃ曇ってる。 GoPro ダメだな、こりゃ。 GoPro 曇っちゃってて全然ダメだ。ちょっと待ってくださいね。いや、延長は今あえて分かってたんですけど、急がずに行ったんで。あ、かっこ悪い文字。よいしょ。ああ、そう、チープ感がうんぬんて。
GoPro の方が曇っていたか。GoPro が初見、俺も今月の音買った。お、試験さん、いらっしゃいませ。今ちょっと GoPro、これハウジングの中を、ハウジングの中どうしようかな。え、回復向かってる、本当に。どうでしょう。ん、何が楽？ちょっと GoPro のこれ内側の曇りを取って、今ちょっとヘルメットを持って GoPro のハウジングの中の曇りを取ってます。あー、どうしようもないかな、こりゃ。これ完全密閉のやつだと外からあの USB 充電ができないんで、横に穴が開いてるスケルトンハウジングっていうケースを使ってるんですけどね、これがどうもあの曇る。よいしょ。とりあえずこれで今曇りは一時的に取ったけど、そう、雨の日、しかもこんなことに気を取られてると、あの何よりも転倒、すべて転倒とかいうのが一番重視しなきゃいけないですからね、しないように。よし、ここまでの GoPro 映像ほとんど意味ないな、これじゃ。盛大に曇ってました。で、なんだっけ、これバンダナをかぶってヘルメットをかぶって、穴2つ、あ、穴開ける、なるほど。転倒ですね。しかも体の今の足もですね、完全に雨具の長ズボン履いてる状態なんで、これがまた足の動きに影響があるんですよ。まあ、あの普通のカッパのよりは少しは動きやすくはできてるんですけど、あの自転車用ってことで。それでもやっぱりセブンとか買う人は全然走らないから壊れないんだよね。ん？セブン？セブン？おはようございます。あ、おはようございます。溶接が難しい。ちょっとこれ暗いところだと GPS が見えないので、バックライトつけとこう。で、あ、そうだ、あと自転車関係駅まではお金はまあ、うん、条件、その危険な条件ですよね。あ、セブンは、やっと自転車メーカーですか。おはようございます。あ、昨日スプロケットでやってしまった左手人差し指のささくれ的なあの出血が、また血が出てきてる。地図で、そこの御恩蔵師。あれ、あ、GPS の場所出てないな、これ。今いるところが出ない、出ない。昨夜の手術でしっかりマウントできてました。手術。マウント、ウェブカメラできてるはずです。そこそこ固定できました。でもまた何か衝撃受けたら簡単に取れそうですけどね。まだ私はライトハウスの中にいるな。今ここちゃんと出てますか、これ。今日はどうするの？ iPhone の GPS が、今日は近くの十二湖っていう観光地だけ行って帰って、あのまた宿に戻ろうと思ってます。ラップしてチンするの？ラップして、ラップ。おマンチン、マンチンがどうした？水ばん走行がいい。ダメだな、場所出ない。まあいいや、とりあえずもうさすがに駅見落とすことはないでしょう。今ここやっぱですよね。iPhone の GPS がちゃんと場所をつかみきれてないみたいです。わらわら、黒き瞳の娘、またいじめの話か。あのいじめる、いじめ自体も大問題だけど、それをなんか、あ、出てない、それは危ねえ。それをネットで騒ぎ立てる方も私は嫌いですね。ここ叩き叩き、ネット叩きを叩く。不毛すぎるけどな。ん、本体が、あ、雨の岩森商店、え、岩森でしたっけ。なかった、もちろんその、あ、いや、あまり言うのやめとこう。事情が全然分かってないんです。ん、かん、な、何屋さん。うん、サンタランドってどこですかね。サンタランド、なんか昨日聞いたな。焼くと強くなる？焼く？かつお節？朝食はかつお節。うん。かつお節。
今少し雨は弱まってますけどね、結構降られてます。12号の島で1個も見てね。ごめんに、まあでもニコ生見てる人を全員相手にしないような立場を取ると、そもそも放送でのこのやり取りの意味がなくなりますよね。難しい。あ、そうだ、フェンダーまだつけてないんですよ。12個見たら何があるかっていうと青い、一言で言うと青いらしいです。うわ、またなんか上りがある。え、まだ駅ついてない？あれ？ギターといえばフェンダー。ギターといえばフェンダーミラー。上。あれ？なんか地図と違うように見えるな。GPS の方の地図見ると、青森一周、まあ行けるところだけ。あ、過ぎた？数えると20個増えるとか、黒き瞳はお金でいじめを消そうとしている、被害者が定額ってかはいからく、うん、その辺はよくわかんない。過ぎてる？過ぎてる？この画質ですね、今日は本当が過ぎてる。さっき休憩したところの手前か。あー、ないな、見せないな。あ、ウエスパス、あ、でもそこまで行ったらありそうだな。どうか、どうだろう。次の駅までは、でも結構ありますよね、次の駅までまた。この手袋は全然防水じゃないです。あ、もう一駅行くのはちょっと、どうだろう。うわー、どうしよう。迷ったから行くか。というわけで、全然目的地の方、目的地とは逆に向かって走り続けてますね、今日は。ウエスパー。ウエスパーは7時から9時？終わってんじゃないですか。ウエスパー強いよね。 1.5 キロか。11時？このバイクは錆びます。これ1日走ってる間に途中から晴れてきて、うん、何ネタ？うわ、1キロメートルぐらいの上り坂。あー、どうしよう。あー、ずっと上り坂か。うん、本当だ、上ってんな。テントでね、配信でいいよ。配信で。あー、周辺ほとんど建物なさそう。あ、ないですか。この先に道のく温泉があるよ。そこ温泉、その辺の装飾えないのかな。草、ちょっと考えてみよう。止まった、わらわら。厳しいな。諦めた、わらわら。もう着いた中で、やっぱ帰るか、帰るか、わらわら。左を狙っちゃおう。でもフレームが錆びることってないでしょ。ガーミンの品番教えて。ガーミンはイートレックス30、イートレックス30ってやつで、英語版です。通販、海外から通販で買って、2万中盤ぐらいだったと思います。日本語版を普通に買うと6万近くします。で、英語版に日本語の画像地図を入れる手順がありまして、まあ、リオネットがぼったくりというか、なんというか、私もリオネットからあの値段で買うつもりは全くないけど、あれがぼったくりなのか不正なのかどうかはちょっとなんとも言えないな。一応中身作り変えてるらしいですからね。こうなったら野城まではどうしよう。うん、野城まで輪行してまた戻ってくるのに、輪行というか、例えば人間だけ行って何か食って帰ってくるにしても、タイミングはむちゃくちゃ難しいと思いますよ。1日5本だから片っぽに帰るのは急な上り。ああ、深浦にマックスバリュー、この先のちょっと出っ張ったところまで、ウェスパーからさらに北上したところですね。もうそこまで行ってしまうと戻りたくなくなってくる。ライダーハウス荷物置いてますから。
GoPro はですね、ウイグルで買いました。あの自転車通販で有名な英国のウイグルで、そのウイグルがなんか妙に安いあのクーポンコードを発行している時期で、今はだいぶ高くなるんですけど、今、あの時買ったのが GoPro Hero 2を2万ちょいぐらいで買えちゃったんですよ。多分あれ一時的になものだったと思いますけどね。今確か3万ぐらいじゃないかな。海外通販全然問題ないんですよ。ただ不良品があった時にあのもう一遍送り返したりするような話になると大変そうですね。12個駅、そうですね、12個駅自体には野菜売ってたんで、他にも何か売ってる可能性はあるよな。何先の周り、英国に、そう、それがあるのもちょっと後ろめたいところなんですよね。この間まではできる限り国内で通販にしたって国内でっていうつもりではいたんですけど、価格差があまりに大きくて、例えば今履いてるこのマラソン、シュワルベマラソンっていうタイヤもですね、半額まではいかないけどそれぐらい差があるんですよ。海外通販はそうです、ビザカードで払ってます。私は前 JCB しか持ってなかったから海外通販できなかった。あ、サーブ駅あるから一応見ていくか。あ、一恵っていうグループホーム、一恵ってさっきなんかサンタランドっていうのはその一恵っていうところの近くでしたっけ。送料、あ、でも1万円ぐらい分ぐらい買ったら無料だったりしますよ、送料で1週間もあれば来る。よっ、サーブ駅こっちでいいのかな。送料込みでも半額近くになるの。送料込みでもそうです。てか送料無料になること多いですよ。ですよね。車のタイヤ並みの値段だぜ。その安い方なんだからっていうのだけを理由にするのもちょっと後ろめたいですけどね。代理店。そう、ビザとあとマスターですかね。海外通販するときは。そろそろ少し腹が減ってきたかな。朝飯前の運動したので、朝飯前。そう、路面が。おや、これは予想外。結局自分の、そうなりますよね。給料の使い道が、給料の使い道が趣味っていうのだとおかしいのかな、やっぱ。これなかなか。よいしょ。写真撮っとく。海外通販は円高対策の一つでもある。改装中でした。中身は多分これあの白い豆腐みたいな建物なんでしょうね。あ、おはようございます。白というかクリーム色だな。薄黄色してる。あ、薄黄色と 上の方だけオレンジになってる。あで、喋ってるけど向こうの民家の人がいた。向こうの民家の庭先に人が。何の愛写真？とりあえず、よっと。自分の記憶は当てにならないんで写真撮って。電車。女か。なるほどね。ここもなんか、あの、友人駅だった名残なのか、友人にもできることを想定して建てたのか、あ、ここも待合室の宿泊禁止されてますね。すごく駅に適してるからな、これ。駅です。わあ、これも、駅寝したいけど、禁止、明らかに禁止って書かれてると駅寝できないな。なんかホームは、民家の人に、それもなんか、そんなに切羽詰まった状態でもないですから。ここから、東の城方面の次の列車は13時53分ですね。8時2分の次は13時53分。間が5時間50分空いてるのか。6時間近く空いてるな。よっ。よいしょ。というわけで、あの、ここの、列車の間隔は、長いところで6時間近くありますね。
やっぱりまともに機能してるとは言えないよな。宿泊したくなりますよね。ファイアボール。ファイアボールってあのディズニーアニメの方ですかね。なぜこれニコ動にあのファイアボール第一クールの全話があのディズニー映像なのにそれがニコ動に丸々残ってて消されてないっていう不思議。251ハリセンボン。本数むちゃくちゃ少ないですね、やっぱ。明日の宿泊はここですね。明日の宿泊は禁止されてるからさすがにできない、それは。あれ、あれ、これでこの道でいいんだと、この道でいいのか。そう、5時間50分ぐらい間が空いてました。電波さっきは駅さんの中に入ったからかな。これさっきあの延長できねえとか言いながら走ってたところですね。仕方なく運行してるんだろう。仕方なく。五能線はあのマニアには人気あるんですけどね、景色もすごいし、あとリゾート白神が何本走ってるかかな、あの全席指定快速列車。昨日のリゾート白神はほぼ、満席でしたよ。危うく乗れないとこだった。金曜日ギリギリ気づいて席を確保したんですけどね。ドブロクあります。あ、これか、あの和風ペンションっていうところ、銀座通り和風ペンションの、美容館かな。ここはなんかドブロク作ったりしてるらしいですよ。ここもあの宿通して調べたんです。うん、ああ、すいません、今聞いてなかった。店もないはずだ。店ないな。今日の青函さんで、すいません、朝ごはん白飯だけ分けていただけませんかとかお願いしてよかったかな。白飯にあの今回パスタ用に買ってきたあの振りかけるだけのたらこパスタの素とかをかけて、あと実は昨日味噌汁が残ってたんだよな。手袋とか熱そうだね。手袋、あ、私のこれは全然熱くないです。夏用です。で、冬でもあのデジカメ操作したいからって、あ、そう、駅名って、あ、これタイムラグかな。そう、駅名は禁止されてましたね。ああいうのは多分マナー悪い人がゴミ残してったりしたことがきっかけとなったりしてんじゃないかな、多分。まあ、それかあの近くの住民の人が迷惑だっていうのを JR の方に話をしたのか。五能線。あ、五能線沿いです。五所川原でしたっけ？五所川原と能代の間結んでる五能線。そう、快速なんですけど全席指定ですね。で、特急料金して指定料金かなが510円かなんか。あれはかなり良心的ですよね。プラス500円で観光列車乗れる。でも鈍行の方も乗ってみたいな。多分中の作りがものすごく古かったりするんだと思うんですよ。止むと、あ、止まってる。腹減ってきた。ドブロク。まあ、作ってるのか、取り寄せてるのかもしれないですね。いや、お酒ってどこまで誰が作っていいんだったっけ。果実酒、梅酒とかは、法的にはやばいけど容認されてるとかいうとこなのかな。あの、パチンコ屋さんの景品交換所みたいに。明らかに違法なのに、完全に容認されてる。しないようにします。で、そういう点では自転車の飲酒運転も前はあのあからさまに容認されてたんですけどね。ああ、そう、昨日の刺身ほんとうまかった。てか、あれマグロだと最初思わなかったんですよ。料理の、あ、それさっきのふりかけの話か。ラグすごいな。うん、昼ご飯、まあそれは12個行ったら喫茶店なりなんなりお茶屋さんかなんかそういうのがあるらしいんですよ。
まあ、あと12個は完全観光地だから何らかの食い物は確保できるんじゃないかな。わあ、下ってきてしまった。現地民から。これで、9時に出発して1時間かけて何も、目的地に向かって1ミリも進んでないし、食料も確保できていないという状態ですね。じゃあ、これ違うか。天気そんな悪くないな。トマト、今は変わったのか。グローブ、1000円ちょいの、すみません、いらっしゃいませ。自由なのか。あ、18キップ。ずっとなんか今電波が途切れてたんですかね。なんか天気はさっきより少し良くなってるように見える。ただ一に。よっと。要は世間で叩かれてるかどうかかな。ん？刺身？刺身の話だったら、昨日夕食に出たマグロの刺身が本当美味しくて。大間マグロなのかもしれないです。でも大間マグロだという話は聞いてないな。何か聞こう、はあ、FMLE だから声だけ言ってるような状態はなくて、切れてるか動いてるかですよね、確か。大間マグロかどうか分かんないです。でもやたら美味しかった、マグロの刺身が。12個丼あるかな、そういうの。不思議な。野草を食べればいいじゃない。野草ですか。まず何か。カロリーメイト1箱だけある。あと袋ラーメン買ってきました。袋ラーメンで棒ラーメンを出てくる前に横浜の自宅の近くの100均で買ってきたんですよ。早くしないと。そうですね。まあ、今日はもうほとんど移動はもうしないわけだ。ゲストが出た、イルさん。なんかこの辺カラスがいるとその荒れ果て感がすごいな。この天気で、この風で。今結構風が吹いてるんですよ、北から。だから今南に向かって追い風で走ってますけどね。嵐の前の、そうかもしれない。食べ物存在してないな。お金と交換して食べられる食べ物はないな。梅酒ってホワイトリカーで作るんだろ。ホワイトリカスナック熊まで戻ってきました。玄界のブリも美味しかった。確かにブリの刺身は私は実家で、あれ大好きなんで、いつも実家に帰ると母親が買ってきてくれて、ブリという、ブリかな、ハマチかなの刺身をいただいておりますね。人見かけたら聞いてみよう。そうですね。ボラギノール。ボラギノールと入れ歯のやつをいつも間違うな。キャーロボさん、好きです。気をつけてね。あ、気をつけて、ありがとうございます。暗いなぁ。うちは何度更新しても真っ暗のままだが。あ、真っ暗ですか。マルタイボーラーメン。あ、光った。マルタイなんか鹿児島なんたらラーメンって書いてありました。あれ熊本だっけな。アベックラーメンですか。おつでした。今度からタイヤのお疲れ様です。もうちょっとしたら次役ですね。パスタもいいけどマカロニもいい食材ですよ。そう、マカロニも食べてみたいんですよね。今回ちょっとパスタ買うときにマカロニも買ってみようかなと思ったんですけど、野口康夫さんって、お、商店が開いている。パンとかあるかな。お菓子置いて
売ってる。これだー。あ、なんか売ってる売ってる売ってる。あったあった。ありましたー。商店さっき来た時開いてなかったとこだ。待ってりゃよかったの、ここで。商店ありましたよ。一般の人が食べないマグロ部分でしょ。マグロ部分。よいしょ。じゃあここで次枠の間に買い物してきます。って今言ってないかな。ああ。人っ子一人いない。まだラグか単に電波ないかで言ってないですね。和田酒店さんが空いてます。商店。残り3分くらいです。商店。あ、降ってきたって。真っ暗になった。商店。あ、商店違う。商店。商店。で次枠との間に買い物してきます。ちょっと出てきた出てきた、やばいやばい。あ、ボロいけど、あ、映ってるか。この明かりは誰が売ってるの？恵比寿商店とかだったら笑う。商店発見、888。おー、真っ暗だけど、笑う。真っ暗だけど。忘れてしょうもない。忘れすぎて辛いでしょ。あー、してきた、してきた。切ります。十字回転。よいしょ、ラグすごいですね。お疲れ様です。じゃあもうこのままPC 置いて買い物してきます。してもラグ取れない。これはリープしてね。
これまだちゃんと入ってるのかな。一応音はもう一遍しとこう。同時で。ウェブカメラ浸水済み。ボールポジ。和骨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 曇ってますね。浸水しました。でもうこれ外でどうにかすることはできないんで、こうやって指で温めるとしばらくは曇りが弱まる。これ多分中がある程度熱持つと外との気温差とあと中の湿気で曇るみたいなんですよね。雨は全然大丈夫じゃないです。さっきあの後土砂降りになりました。またなのでちょっとこの後
一応この後やりますけど、この後はもう放送せずに12個に行ってきます。 GoPro もでも曇ってるんですよね。あ、寒くはないですけど、さっき自転車を店の軒先に移動するときにずぶ濡れになったので雨具上着脱いだ状態で、かき氷食べないです。うわー、うん、あ、うん、今カップ来てます。カップ麺食べました。あと補給食をいくつか買ってきました。飲み物も確保して、そう、泣きながら雨ぶっ殺すとか言いながら行ってきます。スタッフバッグの口を、わー、またケーブルがえらいことになった。ん？ LED ライト？ん？レンズの外にいるとどうなるんですかね。温めるってことかな。でも曇り止めのために何かそのヒーターをつけるっていうのはありかもしれないですね。何らかの。よし。とりあえずこれでいいか。あ、もう止まった。あ、今のうちに確認しとこう。FM エリーが止まったのか、電波なのか。オート？よっ。あー、分からん分からん。浸水は。よいしょ。あー、FM エリー止まってる。何で止まった？ウェブカメラの接触か？そう。ウェブカメラの浸水っぽい、あ、浸水じゃない。ウェブカメラが今断線したっぽいですね。わあ、トラックが。いらっしゃい。ちょっと中、あのケーブルが12個以上あるんですかね。大雨でございます。えらい雨です。氷しか映ってないですね、さっきから。この店の軒先でまだ出ることができてないんで、とりあえず人間は大丈夫ですけど、機材がやばいですね。真空に、あ、確か真空に引ければ、うん、とりあえず12個の駅のところぐらいまでは放送できるかな。ひどい。そうですね、多分初めて。スタッフワークの靴をできるだけ絞って浸水しにくいようにして、いや、シリカゲールはごときじゃちょっともう水入ってますからね。さて、で、あとは補給食をちょっとバッグの中に詰め込んで、皆さんにはこれ映像見えてないかな、ほとんど。うん、13個ありますね。晴天か、雨の。そう、荷物は大丈夫です。シリコベルはね、おう、そうですね。iPhone もしまい込んで、雨雲、あ、じゃあこの後晴れるのかな。あ、なんとか見えてます。でもこれ軒先で暗いからまだよくて、この曇天とはいえ外の明るさに出ると途端に見えなくなりますね、確か。よいしょ。関東晴れてるか、関東名どうなんでしょうね。もう一遍じゃあ指で温めてからスタート。また酒ペンさん、お世話になりました。カメラ、そうですね、ご飯今食べました。カップ麺いただきました。ふぅ、わぁ、しゃべりで。そう、新しいパニアバッグは防水バッチリですね。分けてください。要するにない。あ、でも曇りはですね、一応撮り方分かったんで、うん。あと、どうもこれ私朝急いで出てきた時に、和田酒店さん6時から営業してたらしいんで、6時半かな、で、すでにおにぎりも売り切れてた状態だったんで、
私は朝目の前を通過して多分行ってしまったんだと思います、放送前に。いや放送中にかな、あこの郵便局の後に通ってるんだ、やっぱり放送中に。だけど気づかずに通過して あの次の駅まで行ってしまって、で戻ってきたところ空いてるの気がついたっていう。6時半から営業してたらしいです。もう一点指で温めよう。これでもやったどうですかね、少しは曇り取れましたかね、今温めて。ザンザン降ってます。ザンザンで行きます。変わりません、変わりませんか。やってたのか、やってます、降ってます。カメラ浸水しても、もう撮り方分かったんで大丈夫です。あとですね、さっきあのお店のおばちゃんにいろいろ聞いたんですけど、あのさっき私が行ったところ店全然なかったじゃないですか。なんですけど、あっちの方のは前は店は結構あったそうです。ただあのもうなんだっけ、間に合わなくなってしまってみんな辞めてしまったって言ってましたね。間に合わないっていうのが多分方言で、あの人手が足りないとかそういう意味で間に合わないって言われたんじゃないかと思うんですよね、あの文脈からして。あ、12個行きます。そう、間に合わなくなってきてもう皆さん店辞めてしまったっていう、多分人手が足りないとかそういうニュアンスじゃないかなと思うんですけどね。儲からない、あ、儲からないかもしれない、確かに。間に合わない、あ、なんていうか採算が合わないか、なるほどね。で、ここがあの止めてもらってた青函荘さんです。で、この中にも私荷物置いてます。あ、見えてないか、映像的には。そうか、なんか魔弱に合わないとかそういう意味ですかね。なるほどね。荷物は多分無事だと思う。おはようございます。うわぁ、まあもう五能線も1日5本、鈍行だけに絞ってるとはいえ、1日に5本とかだと本当になくいつなくなるか分かんないですよね。だいたい手段がない状態だったらなくならないんだろうけど、今日は12個見てくるだけです。白神、白神山地のちょっと白神ラインの触りだけ行ってこようかと思ったんですけど、この雨具に身を包んだ状態でこの雨の中で登るのはもう嫌だ。でも12個は綺麗らしいから12個だけ見てきます。風前の、やっぱそうなんですかね。現場関係、あーどうかな、あの青函荘の中えらい広いですよ。お風呂も20人ぐらい行けるな、ありゃ。洗い場は10人ぐらいだけど。ん、中村屋さん観光、そうですね、あのリゾート白神とか。これ霧じゃないんです、あの放送の枠の説明の一番最初に太字で書いたつもりなんですけどね、あの適当にタグというか、あの B タグつけてやったんですけどね、持ってますね。GoPro も曇ってるのが痛いな、映像に残らない。 GoPro は多分乾いた場所でこれ GoPro の中にちゃんと入れてハウジングして密閉すればいいと思うんですけど。あ、下見てる、浸水、雨が降ってるから。私の熱、うーん、あれ全てが、あれ B タグ閉じてるはずなのに失敗してるか、あれ HTML のタグっていうんだっけ、なんていうんだっけ。ホットボンドで前やってみたことあるけどダメでした。私ごときの技術じゃ浸水してしまいました。ミスですね。カメラ防水じゃないです、全然。そもそも屋内で使うためのウェブカメラです、これは。心配しないで、嘘つけ、そんな気休め言うな。でもう一遍試して、あの確認してみるか。GoPro のレンズは、あ、まあまあ一応映像は映ってそうな風に見えるな、曇ってるとはいえ。あ、これはいけるかもしれない。まあまあ、まあまあ、
よし。で、今これ弓道に入ってきてます。うん、いや、ハウジングの密閉してる部分は完璧なんですけど、これってスケルトンハウジングって言って、あの密閉性全くないやつなんですよ。あの GoPro 本体の端子にアクセスできるように横と後ろが盛大に開いてる状態なんで、そう、雨がひどいです。うん、 GoPro 本体は良くても周りハウジングが曇るかどうか別ですよね。これ GoPro 本体がある程度熱持つので、あの中に湿気が少しでもあると、そのレンズの外側の空気のに冷やされて内側に水滴ができるみたいなんですよ。次の宿泊地にアマゾンから結構高いカメラですよ。これ7,000円ぐらいします。他の同じロジクールの中でも他のウェブカメラとは価格帯が違うんですよね。キューカムシリーズの上のやつ、キューカムじゃないんだっけ今。うん、GoPro 自体が、そうそう、最近 NHK とかでも、あとこの間あの島田さんって私が昔から知ってるブログ、自転車ブログの方で、矢光峠の主と呼ばれてる人がこの間アドマチック天国に出たんですけど、その時もあの GoPro で撮影してましたね。島田さんのロードバイクにあの GoPro くっつけて行軍、撤退、まあ戦略的撤退した結果は今日のルートです。あ、スタントマン顔取りですよね基本的に。島田さんのやつはあのハブのあたりにつけてるっぽい、あのやたら低い視線の疾走感のある映像がありましたね。この中で、いや、機材をかなり犠牲にしてます。こんなことやってたらウェブカメラいつ壊れてもおかしくない。今日はライダーハウスに連泊です。今日余裕なのはとりあえずあの防水できる限り全部やっちゃったんで、パソコンが浸水したりっていう致命的な状態にならなくて済むっていう。降ってきたー、さっきの土砂降りだこれ。バチ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 、あの雨具越しに雨粒が痛いけどちょっと楽しい。あ、そうだ、一応スタッフバッグちゃんと防水できてるか。でも入り口から雨が入ったら意味ないんだよな。あー結構、一応閉めとくか。ん？ウェブカメラ？あ、止まった？浸水プラグ。行っちゃったか。なんだろう、ウェブカメラのまた断線かな？ああ。うん、すぐ。あったー。どこだろう、どっかで、どっかで。ああ、やつ、こんなんで楽にすんな。だあ。目に雨が、目に雨が。ん？まだダメですよね。え、あ、じゃあ電波か。電波だったのか。あ、来た。ああ、断線かと思った。断線だったらまた雨宿りできる場所まで触れないなと思ってました。よかったよかった。で、この後確かトンネルがあって、昨日はそこ迂回したんですけどね、トンネルで、その後で温泉入ってみる。あそこの温泉多分1日入れるんじゃなかったかな。でも夕方6時からって書いてあったっけ。うん、でカナダの人、そこらさんですね。ない。傘さして、でもお散歩する先はないですよこの辺り。ほとんど。で、この中これで終わって12個まで行ったらまた枠やると思います。あそこは電波ある、あ、確かあると書いてあったんで。ほとんどで遊ぼうよ。ほとんどで。ってことはまた止まってんのか。
パリン？あ、でも荷物が濡れても大丈夫ってないな。安心感が全然違う。ガンガラーナ。あ、ここですか、固まるための時間か。あ、トンネルのところでちょっと見てみるかな。よいしょ。流された。待て待て。やはり溶接作業。上空を前線が思いっきり通過中。水は点滴やな。あ、ここ歩道狭いな。ウェブカメラなのかな。ウェブカメラ。どこですかね。明日もダメそうだぞ。明日もダメっぽいですね。よっと。ふう、おっと、滑らないようにしないと。よいしょ。よいしょ。クリームタンが出っ張ってるな。よっと。ん？わらずですか？毎日青函トンネル突入中、雨男が証明されました。雨男が勘弁してほしい。大間って青森？大間は青森ですね。大間崎、 あっちの方が最北端なんだっけ。本州の日本更新したら真っ黒かな。よいしょ。あれ、中濡れてるか、これ。あ、結構中に入ってきてるな。青森県大間区大間本町。大間のマグロって高いそう。雨だと涼しいからいいな。今気づいた、自転車買ったんだね。更新したら餅食べてた。あ、やっぱりウェブカメラか。これ本格的に端子がダメになったかな。前の自転車壊れたのかな。壊れました。自転車8万らしいよ。大間は1万1000円差するぞ。ウプスは届いてるみたいだね。わあ。大間のマグロ食べたら、そこいらのマグロは食べないだろ。どうもなんか、ウェブカメラの延長ケーブルとの接点が完全に水に浸かっちゃっておかしくなったのかな、これもしかして。今トンネルの入り口のところで雨宿りしてます。ダメだな、こりゃ。あとスタッフバッグの中もちょっと水が入り始めてるな、入り口のところから。回るし、あと残り何分ですかね。9分か。これダメですね。いや、もう今日はとりあえずはこの枠だけにしときます。あ、光った。カメラの防水特にしてない。一応ガムテープで上から水が入りそうなところは塞いではいるんですけど、それだけではダメですね。いや、どれに書いたか。いや、12個だけ意地でも見に行く。放送しなくても見に行く。まあ、放送してなかったら機材は大丈夫だと思うんで。これ人間と自転車だけだったら別にそんなに深刻な状態じゃないですから。荷物はもう防止できてるし。どうしましょう。じゃあ、まあ、この
ちょっと、まあ、このままこの枠はこの枠で行けるところまで行きますかね。重すぎる。うん。屋根。戦車に。サイレントヒル。中にこれ入ってないの大丈夫かな。ちょっと濡れた手で触ってるんで、スタッフバッグの中にもだんだん湿ってきた。第7位。あ。あれ？あ、GoPro への給電できてないよ、これ。危ね。洗濯機。洗濯機はですね、脱水機のセンサーがおかしい。切れた？うん。ダメかもわからんね。おー、近い。また切れた。ショートかな。まあ機材の問題ですから、今この皆さんに深刻に見えてるのは。07に好きな人いるな。そんなに07人が好きなら一生やってろ。まあ一生やってるんですけどね。宿で寝よう。うん。代わりに。パソコン本体がちょっと今濡れた手で触ったんで、バックパネルあたりが濡れ始めて、で、それスタッフバッグの中に入れると、水蒸気が中に充満しちゃうんですよね。あ、また切れた。よく切れるな。やっぱり接点だな、こりゃ。接点が完全に水に濡れてるから。さすがにこれダメだよな。あれこうか。これダメですね。あれこうこうか。これでいいか。こうこうこう。こんな感じかな。今ウェブカメラがもう繋がらなくなっちゃったんで、 PC 本体のあの小さいカメラで繋いでます。ダメですねこりゃ。じゃあもうこの中であの配信停止してからもう機材しまい込んでいった方がいいんで、もうこの枠で一旦終わってしまいます。じゃあちょっと PC 操作するためにこうなる。じゃあ申し訳ないですけど、これで配信終わります。あとはあの防水装備した iPhone でツイッターに流しますんで、あの写真とか文章とか。じゃあありがとうございました。機材が明日以降また復活すればいいけど。じゃあまた。課題ですね。課題かな。曇りを撮るために GoPro を開けます。濡れた手で触るから余計に来るんだな。マイクもいい。
りあえずこれ録画は止めて今から引きます。